あの巨人、なぜ襲ってこない？あの巨人は他の巨人を倒してくれる。なら、あの巨人についていけば。あの巨人、巨人の弱点を理解して攻撃している。相変わらず人間には無反応。普通ならとっくに襲ってきているはず。あれは味方の。それにあの戦い方、格闘術の概念があるようにも感じる。ミカサ、無事か？あの巨人は。なんだ、飛行士か？とにかく本部に急ぐぞ。みんなが戦っている。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。巨人を本部まで誘導できないかな。あいつに他の巨人を倒してもらうんだ。アルミンの考えなら私は従おう。本気かよ。くそ、わかった、やってやる。それであいつをどう誘導するつもりだ。あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していける。新たな巨人を求めて本部へ向かうはずだ。援団、ヤバいってことだよな。かっさばいてやる。なんだ、巨人どもがみんな本部へ向かってるぞ。人が集中しすぎたんだ。本部が壊されたら僕たちはもう終わりだ。ついてきて。僕は本部の周りの様子を見てくる。二人は急いで、あの巨人を誘導してくれ。カッサバイデル。一旦壁上に撤退したいが、巨人が邪魔だ。潰す。頼んだ。分かったぜ。助かったぞ、アッカーマン。援護をお願いします。本部に訓練兵が取り残されているんです。訓練兵か。分かった、こちらでできるだけ周りの巨人を引きつけておこう。ガスは節約しろよ。今はまともに補給できないんだからな。ズブ、救援要請。Thank you.
てえが、巨人と近すぎて砲撃はできねえか。感謝する。助かったぜ、ミカサ。エレンとアルミンは無事か？エレンは…お父ちゃん、長話は生きて帰ってからだよな。この辺の巨人は俺たち任せろ。あっちは苦戦してるのかよ。頼む。承知した。分かった。どうしい巨人どもめ、私たちに壁を登らせない気か。助かったよ。さばいてやる。本部にまだ訓練兵が残っています。援護してもらえませんか。なんだと。わかった。本部方向へ行こうとする巨人を引きつけておく。壁上に引けねえ。クソ、巨人どもが邪魔しやがる。生きられるのは負傷者だけ。おう、助かったぞ。本部にいる訓練兵を助けたいんです。援護してもらえませんか。訓練兵が。わかった。せめてこっちで少しでも巨人を引きつけておく。ついてねえな。くそ、蹴散らしてやる。
このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。なければ勝てない。潰す。邪魔しないで。これで本部に入れる。巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。
人に助けてもらうだと？そんな夢みたいな話が。夢じゃない。ここであの巨人により長く暴れてもらう。それが現実的に私たちが生き残るための最善策。議論は後だ。あの巨人が暴れている間に補給しよう。波の巨人より強い。あいつが派手に暴れているうちはこの建物も潰されないだろう。よし、あと少しで本部にたどり着けるぞ。あの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなこと。例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたらどう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？味方だと？本気で言ってんのか？さすがに力尽きたみてえだな。あ、
エリアンだ。エリアンはあの時巨人に飲み込まれた。これをエレンがやったってことか。無事でよかった。エレンやミカサはまさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。おい、あいつ気がついたか。エレン、ちゃんと体は動く。意識は正常なの？アルミ、なんで俺たちは囲まれてるんだ？何なんだみんなの目は。まるで化け物を見ているような。イエガ訓練兵、下手にごまかせば榴弾をぶち込む。率直に問う、貴様の正体は何だ？人か巨人か？質問の意味が分かりません。シラを切る気か化け物め。大勢の者が見たんだ、お前が巨人の体内から姿を現した瞬間をな。そんな、自分は人間です。そうか、仕方ないことだ。私は間違っていない。誰も自分が悪魔じゃないとは証明できないのだから。悪く思うな。なんだこりゃ。おい、お前ら大丈夫か。エレン、これは分からん。だがこんなもん見せた後で中東兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても
構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、考えはもう一つある。無茶を言うが、アルミンがもしここで中東兵団を説得できると言うなら、俺はそれを信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの？お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが？いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら、俺もミカサも巨人に食われてた。アルミ、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で走ってまといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。証拠を出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。体勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。エレン、ミカサ、私はトーニー、人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士。その信念に従った末に命が果てるのなら本望。彼の持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わさればこの町の奪還も不可能ではありません。人類の栄光を願い、これから死にゆく全て者の間に彼の戦術勝ちを解きます。うっ、予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ピクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。注目！
これよりトロストク奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねてのか。俺は降りるぞ。俺も反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォールローゼが破られればもはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。イエガー訓練兵の援護のため大岩付近の巨人を排除せねばならん。町中にいる巨人は倒すか壁際におびき寄せるんじゃ。頼んだよ。わかったぜ。こんなに巨人が密集してるのに倒せるわけねえだろ。うまく壁際におびき寄せよう。そうすれば壁上からの援護の攻撃で倒しやすくなる。負けるもんか。巨人が出現して以来、人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功した時、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。その時が人類が初めて巨人に勝利する瞬間であろう。それは人類が奪われてきたものに比べれば小さなものかもしれん。しかしその一歩は我々人類にとっての大きな進撃になる。僕の立てた作戦が採用されたけど。頼んだよ。分かったぜ。作戦で正しかったのかな。同期で座学がトップのお前が考えたんだ。うまくいくだろう。くそ、キリがねえぞ。応援団、ヤバいってことだよな。怖くなんかないぞ。まずいな、巨人に邪魔されて物資を運べない。逃げるしかないのか。No!
くなんてないぞ。誘導に引っかからない。おびき寄せられないなら直接倒すしかない。あっちは苦戦してるのかよ。巨人には閃光弾か音響弾のどちらかが効く。どちらが有効か見極めて使うんだ。
助かったよ。兄、一人で何しているんだ。罠を運んできたんだよ。この辺の巨人を倒すのも便利でしょ。同じ班のライナーたちとはぐれてね。見かけたら私は無事だと伝えておいて。負けるもんか。巨人を減らせたぞ。これなら大岩の方から縁談が。
何か緊急したいか。周りに貴公子が集まってきています。これではエレンが近寄れません。貴公子が直接叩くしかない。
頼んだよ。巨人は排除できた。他の巨人はうまく町の隅に誘い込めている。ここまでは作戦通りだ。あとは任せたぞ。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。人間の比率で考えればあの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、you